久保さん、今日10時からコンサルですね。まあコンサルはいろんなやり方あると思うんですけど、多分ね、あのー、まあその人にカスタマイズするって話じゃないですかね。まあ一言で言うと。だって本とか別にあるじゃないですか。情報もあるし本もあるし、ネットもあるし YouTube もあるし、まあ探そうと思えば問題解決っていう情報に関してはあると思うんですよ。ただ、その人に カスタマイズ化されてるかっていうと、カスタマイズ化されてないんですよね。大,大抵の情報は。今、チャット GTP みたいな便利なものも出てきましたけど、完璧ではないんですよね。もちろん人間のアドバイスが完璧かっていうと、そうでもないかもしれないですけど、なんですかね。あのうーん、今のところは、今のところは、AI より人間対人間の方が、まあ、寄り添えるというか、 あのそれを理解した上でなぜならば共感みたいなのがあるのであその分かるあうんの呼吸というかねなんか、まあ、表現が難しいんですけど例えば A さんがこういう状況です自分はそういう状況を経験してきたってなった場合 A さんの気持ちが分かるんですよねでも AI の場合はデータベースから持ってくるので気持ちっていうところは入ってないですよねなんで 気持ちの部分からもじゃあその気持ちを汲み取って本来だったら A さんはこのステージだけど今のこの状況であるなら気持ちを汲み取ってじゃあこれはどうですかみたいな提案が人間だったらできるんですよね心と心の対話みたいな話ですねでネットだったりとかあの AI に関してはもう情報ですから,だからそこの 心のカスタマイズというか感情のカスタマイズというかねそういうのがまあコンサルっていうのはできるのかなっていうまあそのトレーニング筋,筋トレのトレーニングでも状況を見てそのねうん論,論理的にはねこういう公式こういうふうにやればダ,ダイエットができるとかねその論理的には公式が出てるんだけどその人の体調だったりとかその人の今日の気分の状態とかねまあそういうのを考慮して あのなんすかアドバイスを人ってのはできるんじゃなないいかなと思いますただ、まあ、そのうちね、AI のどんどん進化もするので、そこがどうクリアされていくかですよね。もう AI で十分だってこと足りる人もいるだろうし。だからこれからはね、多分ね、心のケアっていうか、多分そこだと思うんですよね。久保さんとかもわかると思うんですけど、稼げる情報はもうあるわけじゃないですか。ね、結局、人間の問題って何かっていうと、 そのモチベーションが上が上りませんとか,、まあ僕から、僕たちからするとモチベーションを仕事に持ってくるなっていう話でもあるんだけども、まあ、現状としてはうまくいかない人っていうのは何ですかねやる気が出てこないとかやる気スイッチどこにあるんですかとかモチベーションがとかセルフイメージとかっていう要は心の問題というかね違う問題が大きいんですよねその稼ぐ情報が正しいか正しくないかじゃなくてそもそもそれを扱う自分の状態がどうなのかっていうところなんですよね 今後はなんかコンサルっていうのは、まあ僕もやってますけど、そのセルフケアっていうところも入ってるっていうのが重要視されるんじゃないかなと。本当は情報の密度だけで言うならば、別に AI でもうこと足りるようになってくるだろうしね。うん。そう。そんな感じですね。いってらっしゃい。